するしない？鈴木太郎に100の質問パッパって感じで、パッパって感じで太郎さんに質問に答えていきま、はい、答えていただきたいと思います。さあ、では人となりがわかる、はい、簡単な質問です。はい、まず1つ目、性別は何ですか？男。2つ目、年齢おいくつですか？45。3、趣味は何ですか？将棋。4、どういう友達ができたらいいと思いますか？めっちゃ好き、好きで好き、ついてくれる人。友達だよ、うん、お互い何、仲好き同士がいいってこと？うん。え、あと、あ、まあ、敬意とかお互い尊敬し合えるような感じ。え、どういう恋人ができたらいいと思いますか？好きで好き。一緒じゃん。いいね、でも恋人聞いてんのかと思ったよ。いや、でもやっぱ男もそう、なんか好きな人がいいじゃん。好きな人、はい、どんな人が好きですか？6。男の話？友達の話？どっちでもいいです。いや、なんだ、理解、自分のことを理解してくれて、やっぱでも敬意が持てる人。いや、大事だと思うんだけどな。次、好きな食べ物。甘いもの。好きなドリンク。コーヒー。9、嫌いな食べ物。あの、グロい系、珍味系。珍味系。10、嫌いなドリンク、飲み物。青汁とか。珍味になんか苦いものだね。コーラ好きじゃないね。あ、そうなんですか。なんでなんだろう。え、美味しくない。その他、食について何か意見とか持ってます？語りたいこととか。食？食って言ったらやっぱ肉。あ、肉食なんだ。はい。あ、野菜は甘いものを肉、うん、野菜は、野菜は義務感で食べる。食べれない野菜とかもあるんですか？あの、酵素系。パクチーとかね、そういう系。大葉がはギリギリいける。大葉ギリギリいける、かわいい。はい、次、12、好きなファッションと好きな色。好きな色は青系、青とか黒とか。はい、あとでもピンク着てる意味にもあるけどね、まあ、ピンクも意外とパステルカラー系好き。ただピンクとかはあんまり着にくいじゃん。着てるけど、あれは可愛いですね。そう、似合ってますけど、たまたま買う機会があったから、うん、それに甘んじてというか許される感じで着てる。ファッションはどんなのが好きですか？ファッションはあんまりこだわりないけど、うん、自分で買いに行くんですか、服？いや、最近ネットとかで買おうとしてもなかなか見つからないというか、あんまりサイズがないんですよね。何サイズ？え、あの 3L とか、あの普通の服屋さんで、そう、普通の服屋さんだとあんまりサイズなくて、あのデブ専用みたいな。デブじゃないですよね。でもそういうところの方がいっぱいサイズあるんですよ。うん、大きい目を着たいタイプだった。ね、つってもなんか3Lじゃないですもんね、実際の大きさ。いや、これもシャツも3Lです。あ、そうなんだ。そんなでしょ。これ。あ、じゃあちょうどいいのか。そう、うん、L だとなんかパッツンパッツン。ピチピチになっちゃう。苦手なファッションと苦手な色。でも派手なの？赤とか。あ、でもそんなに確かに赤着てるイメージないですね。赤茶系はもう好きくない気がします。次。その他、ファッションについて語りたいことがあればどうぞ。ファッションはあんまり得意じゃないんで。ないよね、特にね。あ、でも最近ね、はい、首っていうの、ね、首は？MD とか、M リングとか見てると、はい、おじさんとかなんか首につけてるじゃん。はいはい、チョーカーとかですか？とかかな、うん、ネックレスとかかな、うん、そうそう、ああいうのかっこいいなと思って。どこで買ってるんですかとか聞きます？聞いたりするんですか？いや、今度聞こう。あの、この辺見てて、はい、欲しいなと思ったんだけど、いざ俺が作ったら、あいつそんあんなのに芽生えたかみたいな。だって嫌だから。まあ、締められない程度がいいですよね。あのね、言ったらいいですね。あんまきつくてもね。なんでマーサに支障くん。あれ、あの、翔ちゃんがしてるようなやつないの。あ、はい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 。わかりますわかります。ネクレス系ですね。そうそうそう。太郎さんがまた来シーズン変わってるかもしれない。あいつおしゃれしてきたぞみたいになっても。俺なんか変な女でもできたから。そうそう。さあ次、15、好きな音楽のジャンル、歌手。音楽ね、あんま聞かないんですよ。あ、聞かないんだ。はい、
なんか昔は有線とかよく聞いてたんですけど、最近有線とかも聞く機会もなくて、聞くのが有線っていろんな職場だったりして、うん、なるほどね、有線が流れてるじゃないですか、うん、店でね、そういうのを聞いたりしたんですけど、家でも聞かないし、カラオケも行かないし、カラオケ行かない、じゃあ好きな歌手とかは特にない？ないっすね。じゃあ次の苦手な質、苦手な音楽のジャンルとか歌手16も特にない？あの、めっちゃ芸能音痴なんですよ。好きな芸能人とかはいないの？え、マジでわかんない、言えないぐらい。じゃあこのどっちも特にないですね。カラオケ連れてかれたら何歌うんですか？じゃあ、え、めっちゃ古い、何例えば、え、サザンとかビーストとか。全然いいじゃないですか、サザン歌うんですね。いや、歌うかどうかは別の話。歌うな、カラオケってあれ歌うとこだった。歌は、歌はうちの家系的に禁止されてるから。鈴木家禁止なんだ、歌。あ、OK、じゃあやめときましょう。なんか、子守歌で、うん、はい、ちょっと音楽、なんていうの、音痴かどうか決まるみたいな話聞いたことあるんですけど、うん、ママとかうちのおふくろの歌聞いたら、うん、こりゃそうだよなって思ったんで。え、うちは歌が苦手なのはママ譲りってことじゃな、じゃなのかなって。そこの時から、胎児の時からあまり向いてなかったってこと？向いてなかった、向いてない環境で育ったのかなと。じゃあ17の音楽について語りたいことは特になく、母上に、ご家族が禁止ですからね、音楽についてないですね、特に、ね、まあだからあんまり聞く、たまに、だから聞くときはパソコンで音楽流したりしてるときあるんですけど。何流すんですか？あ、もう知らないの曲、なんか今流行ってる曲みたいな、トップ100みたいな、そうだから、はいはいはい、なんとなく流せて、だからカラオケに誘われた時とか、あ、聞いたことあるぐらい、誘われた後に めっちゃ歌えなかったなと思った時に、ちょっと歌える歌作っとこうかなみたいな気持ちで聞くんだけど、もう次に行く機会が多分半年に1回もカラオケ行かないから、うん、曲名すらも覚えてないの、その。じゃあ聞いたけど利用はできないんだ。そうそう。残念だな。はい、次18。今一番ハマってることは何ですか？今ですか？うん、ナウは異世界アニメにハマってます。なんてやつ見てるの？え、最近ハマってるのはなんだっけ？もともとソードアートオンライン、はい、あ、はいはい、私も見てます。から入ったんです。うんうんうん。で、名作ですよね、1個目で、ね、こんな面白いアニメがあったんだと思って、そう、あれですかね、3回ぐらい見たんですよ、3週ぐらいさせた、次のなんか行かなかったんだ、同じなんか、なんか面白すぎて。他は？そしたらリゼロとか見てます？リゼロは見た。あ、あれも面白くない？あの、え、あれやり直しのやつだよね、やり直しのやつ、あれも見た、面白いですよね、あれもまあまあ、あ、でも僕はソードアートオンラインも全然好き、勝ってるんだ、勝ってた。え、最近ソードアートオンラインの新しいのもやってるじゃないですか、アリシゼーションとか、うんうん、もう見て見て見て、私も見てますよ。あ、すごい、意外となんかアウトかあったんだけど、はい、異世界好きなんだ。で、そっから入って、うん、なんだっけ、スライムのやつとか、あー、転生とかね、う、うん、デスマーチから始まる。なんか、え、なんか結構アニメ見るんですね。じゃあでも最近は、はい、実は小説とか読まないんですよ。読まないでしょ。あの、はい、あんまり環境的に小説とか読むよ。なんか子供の頃って、まあ田舎の学校行ってて、小説なんか読んでんのみたいな、みたいな環境で僕は育ってきたわけですよ。え、どんな環境？なんていうの、中学校とか、ちょっと小説家でよく馬鹿にされるような、あいつなんか真面目ぶってるよみたいな。そう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 。かわいい。で、まあ、もともと別に本も好きじゃないし、うん、読んでなかった。で、高校行って周りが読むような人が増えたんで、うん、それは漫画も含めってことですか？小説だけ、まあ、G だけのやつね。小説だ。そう、高校時代に三国志。あ、はいはい。もうめちゃくちゃ面白いじゃないですか。8巻まで読んだんですけど、うん、僕それしか読んだことなくて。大人の、こんな大の大人になって。いや、でもそれからいろいろあって、なんかそっち側行っちゃうんですね。そう。でも、初めて異世界の、なんの、ラノベ？ラノベだった。はいはいはい。あ、ね、うん、これくらいのね。ネットで、見れるやつがあって、そのデスマーチですね。絵が可愛いやつ、大体ね。それをなんと見てるんですよ、一日。めっちゃ長いの、めっちゃ長いの。まあ、続編かなり出ますしね。そうそうそう。そうなんだ、意外な趣味があったんですね、最近ハマってること。さあ、次19。今一番努力してることは何ですか？やっぱ麻雀じゃないですか。まあ、いい返し、はい、それであってほしい。まあ、努力っていうか、そうそうそう、見直し、勉強だったり、まあ、意見交換したり、はい、チームメイトとね、やってるんですね。はい、次20。得意なこと、
何ですか性格的に。麻雀？性格的に。あ、でもゼウスが麻雀得意って言ってくれたらしっくりきます。うん、そうであってほしい。まあでもなんかこう考えるのが基本好きなんですよね。あ、まあ、そうか、将棋も好きだし。そう、ゲーム好きですね、もともと。まあ異世界も好きだし。まあ異世界はちょっと違うかもしれないけど。でもああいうゲームあったらちょっとやりたいと思いません？ちょっとね、そう、ワクワクして。そう、こうやって跳ねて、異世界で止めたりね、そうそう、いろいろ切れたりするんだったらやってみたいですよね。なるほど。次、はい。得意な教科、何でした？まあ、数学と体育。あ、やっぱり数字なんだ。体育。あ、体育も得意だったんですか？体育得意でしたね。じゃあ、得意な、22番、得意な運動。なんか部活とかあったんですか？ハンドボール部じゃないですか？あ、ハンドボール部、はい、すごいですね。すごいですか？ジャンプしても投げなきゃいけないじゃないですか、あれ。まあ、そうですね。うん、私、うまくできなかったんで、あれ。そうなんだ。じゃあ、他に得意な運動？まあ、大体得意でしたよ。みんなでボウリングとか行ったりします？ボウリングも、はい、大体スコアはまあやつなんか高校卒業した時後とかは結構200ぐらい行ってたんですけど、お上手。最近はもう、はい、ヘッドピン、あのカーブはできないんですよね。まあとりあえず狙ったところには飛ぶみたいな。まっすぐな男なんですね。そうなんだ。だけど球のスピードだけはあまり負けたことがない。おお破壊系。なんかすごい速いんですか？投げる、はい、そうなんだ。まあ多分そうなんですね。あんまり自分より速さ見たことないぐらい。じゃあ結構飛びますね、ピンね。そう、ずるいってよく言われる。スピード勝負なんだ、はい、結構じゃあ球技も得意だし運動もできる。まあまあ僕大学の高校の時に僕あの一応進学校で進学クラスだったんですよ。そうなんだ、はい、でまあ勉強でみんな大学行くわけじゃないですか、うん、体育教師に順天のバスケ部に推薦してやるから、はいはいはい、お前はそっち行けって言われて。身長もあるしね。しかもバスケ部の部じゃないんだよ、ハンドボールよ。そうだ、おかしいな。違う競技だけど、はい、誘われたんですか？そう。すごい。え、じゃあなんでそっち行かなかったんですか？いや僕あの勉強で行きますって一応志しだったんですよ。東大に行こうと思ってたから。そうなんですね。嘘です。東大クラスだったんですよ、はい、入学時は。おうおう。で東大に行けたらいいなみたいな。いやでも落ちこぼれちゃったんで結局はクラスもどんどん下がって。バスケも断り。バスケも断り。そうだったんですね、はい、面白い。じゃあ今もある程度運動はできるよってことですね？もう無理ですね、体が重くて。それは、ね、そう、バスケというか僕ダンクできたんですよ、はい、あ、バスケットボールはできないんですけど、はいはいはい、バレーボールでこうやって入れられたの。すごい。だから休み時間とかもうジャンプしたらバスケットにバーン捕まったりしてたんですよ、うん、高校時代は。今は届かない、あのネット届かない、ネット遠いみたいな。ジャンプ力がなくなってしまったんで、バネがなくなったんで、ネットに届かない、はい、今はあまり得意ではございません、はい、もう無理です、はい、次23番、特技、資格、何かあります？あ、でも特技もともとね、数学できて頭が良くてネットも届いてたし。学生時代はかなりの人気者だった説ありますよね。これだけできてたらね、大体勉強できてスポーツできる人って、ね、勉強はできないです。あ、高校の時はできなかったです。え、そうですか？周りができてたんで。あ、もっとすごい人がいた。落ち込まれてた。あ、そうかそうか。部活やっちゃダメって言われてたんです、小学校。成績が、そうそう、勉強やりなさいって言って、部活はダメとは言わないんですけど、あんまりやらないでくださいみたいなこと言われてたのに僕は部活やっちゃってたんで。資格とか何かあります？資格はないっす。そうなんだ、意外。英検。あ、英検あるんですか？産休とか。結構な人が持ってるレベルの産休ですね。あと何かあったの？見たことないですけど。なんかね、一時情報処理、なんだっけ、 ありますね、はいはいはい、技術者みたいなのを取ろうと思ったことがあった。それはどこ行っちゃったんですか？やめた。特に今の最近の特技とかあります？最近の特技はハンドパワー使いますとかないっすね。何もない。麻雀以外の取り柄が何もない。あ、でもじゃあ特技麻雀でいきましょう、これからもね、はい、うん、それでいこう。あってよかった、一個。次いきます。必須の持ち物、アイテム、カバンの中に絶対入ってたり普段絶対持ち歩いてるものって何ですか？最近は iPad。 iPad 持ち歩いてるんですか？大体。
カバンを持ってる時はほぼ iPad が入ってます。 iPad で何やってるんですか？まあ、将棋やったり、うん、その小説、ラノベ読んだり異世界行く、異世界行くんだ動画を見たりしてます。まあ、じゃあ動画がね、動画見る文化が馴染んでなくて。え、どういうこと？なんていうの？動画見る文化じゃない。 YouTube とか、はいはいはい、ほぼ見たことがなくて。うちの番組だよく言えたな、今そう、この番組実は見たことなくて、はい、はっきり言ったなMD の控え室でなかなかみんな嘘でもね、あ、見たことありますとか言うんですよ。チームメイトが控え室のテレビで見てたのを流してくれたのかな。 10分ぐらい見た。いいチームメイトだな。ズンタンかな。ズンタン、多分ケンちゃんかな。ケンちゃんがズンタンがチャンネル合わせて、優しい、これこれこの間のみたいなこと言って、俺は端っこで見てた。それに出たわけですよ、匠ありがとうございます。はい、じゃあ次 iPad 持ってるということで、次25番、嬉しい時どうなります？やった、手あげるの、こうやってやったってやるの意外と内心、心の中のガッツポーズが多いかも。でも笑顔が可愛いですよね、太郎さん喜んでる時とか。まあ、そうですか、うん、だって異世界喋ってる時の笑顔キラッキラしてる人だったね。育たないかとか言った時が最近ちょっと ね、その時の笑顔はまあ要チェックですよね、太郎さん。次26番、悲しい時ってどうなります？泣く？涙流します？いや、人前では、あの、一人でドラマ見てる時に涙くなってる。ドラマ見て泣くんですか？あの、何見て泣いたの、ドラマは。え、あの、一時、はい、最近は一時、韓流の、あ、はい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 、あの、歴史ものにハマってた時があったんですよ。あの、チュモンとか、はいはい、わかる、わかる。うちのお母さん好きよ。風の国とか、うん、うちのお母さん好きなやつ。あと、なんだっけな。結構、あれですね。イルジメとか。うちのお母さんが全部見てましたよ。いじめでめっちゃ泣いて、結構感受性豊かなんだ。いや、あの、人も誰かと見てるときは泣かないですよ、うん、一人で見入ってるときはあの、ね、ちょっとプチ恋愛みたいなのあってそうそう、意外なんだけど。それは何、恋愛の要素が一番泣けるってことですか？いや、なんか王様の息子なんですよね、主人公が。あ、そっち側、親父さん殺されちゃって、うんうん、あ、そういう方ね。で、なんかその恋人、うんうん、ヒロインが、はい、その悪者の娘なんですよね。でお互いよくあるパターンね。そうそうそう、よくあるパターン。結構もうね、あ、こうなるんでしょっていうのがなるんですよね。そのすれ違いの時のね、の涙みたいな。泣くんだ。あ、結構簡単に泣けますね。ちょろいですね。ちょろい。あと音楽もいい音楽流すじゃないですか。まあね、でも大体なんかド定番の路線でね、攻めてくれるの。それを全部受け入れてお泣きになる。まあ、あの、そうですね。あの、入れ墨は同じシーンで3回ぐらい、はい、え、だから見直してんの、しかも俺ね、1回見ると同じの見ちゃうの、もう1回見たくなっちゃうの。すごいですね。だから、でも意外と新しいのに行かないよ。あ、一途なんだ。1個見たらしばらくしたら本当に楽しめるの。安上がりな子だよそうなんですね、太郎さん。じゃあ泣いちゃう時もあるよってことですね。そうですね、こういうの見てね。27番、ストレスが溜まった時の解消法、どうやります？文句言う。ストレスは基本溜めない。その場で吐き出す。その場で、そう、それが、あのね、ダメだなと思ってるんですけど。それは相手が、そのストレスの相手がいても吐き出すことも、人よりもあると思うんです。そうなんだ。じゃあ結構、あの、溜めないで、その時に散らしてる。溜めない。うん、でもすごいいいことですね。もう溜まってもすぐ、あの、我慢しきれず、本人にも言っちゃったけど。じゃあもうしっかり、あの、他のことで紛らわすというよりも声に出してそのことをちゃんと伝えるってことですね。そういうケース多いですね。すがすがしいですね。まあ、それがいいかどうかは全部それで何回も怪我してきたことを過去にでしょうね。いらんこと言ったなって後になって感じることありますけど。それでも太郎さんは太郎さんでうまくやってますもんね、はい、まあ、そうですね